神戸神学校の神学生時代、岡田実は日本の牧師、神学者、日本キリスト改革派教会の創立者。その神学は神中心、徹底した聖書信仰に貫かれており、キリストにおける神の救いの確かさと豊かさを明らかにすることを目指していたと言われている。カニンガム、アブラハム・カイパー、バービング、チャールズ・ホッチ、 ウォーフィールドのカルバン神学の正当的な改革派信仰を継承し、教会を形成した。四国学院大学名誉教授。三重県滝群西宮町に、医師、岡田達造とその妻、A の三男として生まれる。1921年7月2日、秋保構造牧師から洗礼を受けた。神戸神学校に入学し、神学生時代の1928年7月。 ダ伝道協会の主任として招聘された。1929年、神戸中央人学校を卒業する。サムエル・フルトンにコプリンストン進学者をフィールドを進められる。1932年11月教師となり、1933年4月2日にダ教会は独立し、教会建設式が行われ、牧師となる。 1934年ウェストミンスター神学校に留学、ジョン・グレス・サム・メイチェンから、パウロ宗教の起源、キリストの諸女交代の講義を受ける。ストンハウス、マーレイの授業も受けた。メイチェンとはその後も文通をした。日本キリスト教団の創立総会で、トコハリュー公牧師らと共に反対意見を述べた。日本キリスト教会の牧師の中で最後の一人となる12月26日まで。 同意書に署名しなかった。岡田は、日本キリスト教団からの即時脱退を主張するも、長老主義を守るために武政廃止までは、第一部の日本キリスト教会を、過労じて教会と認めるという立場だった。南長老ミッションの中央人学校が、偶像崇拝を行わないように閉鎖する使命を与えられていたが、彼らが11月23日の新滑祭りの日に、 宮城要杯を行ったため、同校を実質上閉鎖した。国民儀礼を行わない、進学機関として昭和進学研究所を設立した。中央人学校の増を保護するため、また日本キリスト教団と無関係となるために移転する。1942年に日本キリスト教団的産管理委員会は、強制的に中央人学校の土地校舎を取り上げた。 武政廃止後の1943年3月、岡田が巻き返する灘教会は、日本キリスト教団を離脱して、単立教会になると宣言した。日本キリスト教団の指導部は、偶像崇拝を行わない牧師たちを、優先的に国の強制労働のために送り出した。岡田牧師は1944年10月から3ヶ月、三井三池炭鉱に強制徴用され、岡田、 田中剛よに、春菜敏明、松田照和は、数百名の中、たった4人で山の神を拝む、偶像崇拝を拒否した。戦後、日本キリスト改革派を設立し、また改革派の協約者要請、進学教育機関である神戸改革派神学校を開校し、更新の指導に当たった。ロサンゼルス進学院より名誉進学博士号を授与される。 1961年、新海薬聖書の翻訳者に選出され、新薬聖書の使徒の働きを翻訳した、エミコ夫人の没後後の1992年に死去、安田義三郎の詩式で葬式が取り行われた、岡田実著作集命の言葉者、ありがとうございます。